代表して井上昇さんに今年の参加の意気込みをお聞きしたいと思います。井上さん、意気込みをお願いします。はい、ありがとうございます。地元原宿表参道を拠点に踊ってきましたシンでございます。3年ぶりの元気祭り開催、ここまでこぎつけていただいた地元の皆様ありがとうございます。私たちも地元で踊れる3年ぶりの祭りを本当に楽しみにして、帰ってきました。いろんな制約がある中でしたけれども、ここまで活動を止めずにやってきて今日この舞台に帰ってこれて本当に良かったと思ってます。一つですね、このチームできてもう13年になるんですけども、私初めて舞台上からお願いさせてもらいます。皆さん、ちょっとカメラをですね置いてもらえませんか。セッティングされている方は構わないんですけど、ちょっと後ろの方でスマホを高く掲げてられている方ですね、今日だけはですねちょっとカメラをポケットにしまっていただけませんですかね。この2年間もう全然リアルな活動ができなくて、私たちはオンラインで動画を作ったりとか YouTube で他のチーム見たりとかしてきました。もうお腹いっぱいです。今日この場所に集まってくださった皆さんはきっとリアルな踊り子たちのエネルギーとかお客さんのエネルギーとかそういったものを感じに集まっていただいたと思いますし、この祭りを作っている地元の方もその元気を交換するためにこの場を作っていただいたと思っております。ですのでお願いですから、この舞台だけはそこからでいいので手拍子とうちわと笑顔で応援いただけないでしょうか。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。最初から飛ばしていきます。最初から全力の手拍子で応援よろしくお願いします。ありがとうございました。それでは準備お願いします。それでは踊ります。キリン。
さんにお越しいただきまして歌っていただきました原宿表参道元気祭りご開催誠におめでとうございます。新でした。ありがとうございます。